今日はカピバラをご紹介します。カピバラというと実はネズミの仲間なんです。で体重が約50キロぐらいにもなりますが、南アメリカに住んでいる世界最大のネズミの仲間です。でとてもお水が大好きで、夏場でも水に潜りますが、日本の動物園では冬になるとお湯をプールに溜めて、でその中にのんびり浸かるカピバラたちを見ることができます。戸部動物園でも冬になるとカピバラたちにお湯をあげますので、ぜひご覧ください。この運動場を見てもらうと草がほとんど生えていません。カピバラたちは草食の草を食べるネズミなんですけれども、ここにはもともともう少したくさん草が生えていたんですけど、その草も一本残らずきれいに食べてしまいました。